先月までバイトで営業寿もしてましたが自分で向いてないと思いやめました。ゲーム会社にいた関係もありオタク向けアプリを作りたいと思ってます。個人でアプリを作るのは大変かなと思いながら挑戦したいと思ってます。あとおばあいお願いします。今個人でゲーム作ってる人の方が多分平均年収高いんじゃないですかね。ねゲーム会社に所属するより。確かに。 結構普通に個人でゲームアプリ作ってちょこちょこ儲けてますって人がザラにいるので、なのであの、海外でうまくいってるゲームアプリをパクって日本語版で出すだけでそんなに使われたりしますよ。なんか芸能人とかでもやっぱそうですけど、やっぱあマージンってでかい、かにでかかったかってことが多分今みんな分かってると思いますね。ゲーム会社って割とその,あのすげえ優秀なプログラマーでもゲームプログラマーになると年収3分の2ぐらい下がるんですよね。うん、あその IT 系に言っとけば1000万もらえる緒だけど、ゲームだとやっぱ700万ぐらいになるみたいな。やっぱなんか開発までの時間 とかもそうですけどこうお金を稼いでる感が見え見えづらいですよねゲーム系の人はね、うん、あとやりたくてゲームプログラマーになりたいっていう人がやっぱ多いのでそういう意味でそんな給料出さなくてもいいっていう空気感 えー、バツイチ3人の子持ちです。えー、ファイアしている16歳年上の彼氏がいます。子供好きで私のことも大事に持ってくれているのですが、唯一の不満が節約がすごいことで、服など穴が開くまで着るそうです。恥ずかしくないファッションしてくれたらいいのですが、不満があるまま付き合っても大丈夫でしょうか持ち物も壊れるまでは買い替えないそうです。結婚も視野に入てます。生活スタイルや価値観が違うので不安です。たて僕も穴開いても着る派なんで何とも言えない <laughs> ヒロユキさんほんと消費少なすぎますよね。ミサキさんとヒロユキさん足して2で割ったらちょうど良くなるんじゃないですか。見えてる見えてる。てる穴、穴開いても困んないじゃないですか。あれじゃないですか、ヒロユキさん。実はそれ穴開いてるって見せかけて、あの、ザラとかで売ってる穴開いてるダメージジーンズとかじゃないですかオシャレ系の,の。ノースフェイスってやつ <laughs>、うん。ノースフェイスは穴開かないね。ノースフェイス防寒性能大事だからね。穴開いたら買い替えてね。<laughs> <laughs> 別にその穴開いて、服って穴開くもんじゃないですか。<laughs> いやいや、です。いなんか、なんか穴が開いてることで、たぶん穴開いてる服を見着てるから、この人は、なんかその人に対してマイナスのイメージを持ったことがないんですよ。うん、でも多分ね、ノースウェイス作ってる人は、多分穴開いたら買い替えてもらう設計してると思うんですよ。やっぱりこう、ほら。防寒とかさ、<あ>なんか機能性重視じゃないですか。いや、僕の中で穴開いてる服着てる方が好感度高いんですよね。あ、そらあるな。 あ、なんかあの、靴を買うときに、高いカースとかの方が、なんかこう、尊敬されるし、金稼いでったらわかるから、なんか高いカーグス開けみたいなビジネスアドバイスみたいなあるじゃないですか。<laughs> あれ本当なんかってガチで調べた教授がいて、超面白くて、結論は、靴は <laughs> 実用的なスニーカーとか、カースだとしても履きやすさ重視みたいな、 いかにも高いですよ系じゃないものの方が営業成績もいいし、制約率も高いっていう、あのー、結果が出ちゃったんですよね。<laughs> そうでしょうね。<laughs> <あ> <laughs> きっとそうでしょうねうん。だって保険売る相手よりも高い靴買えてる保険屋嫌じゃないですか。<laughs> うん だからそのあ例えば僕が会う人ってある程度をしたとするとある程度の人で、うん、その服に穴開いてるとかって実績ないと成立しないじゃないですかだから実績のある人ほど見た目を気にしなくていいっていうのがあるのでなので見た目気にしてない人の方が実績高い率高い気がするんですよねそれねおっしゃる通りであの能力が高い人じゃ周りがしっかりした服を着てるとそれこそアベマとかでひろゆきさん周りの専門家とか評論家とかいるじゃないですかスーツビシッて着てくるじゃないですか。うん、ああいいう場場合ささんがその黄色いパーカーカで登場するとさ なんで,でかっていうとそのみんながすごいパチッとしてる中で1人だけそれこそタートルネックとかパーカーとかラフな格好できる、うん、イコール許されてる人だから一番地位が高いって判別されるっていう研究があってだからその<あ>マーク・ザッカーバーグとかそれこそイーロン・マスクとか、うん、あのレベルまでいったら絶対こうラフな服しか着ないじゃないですかあれなんでかっていうと、うん、そういう意味なんですよね許されれててるるっいいうアピールにになかからだからだそれ完全に正しいんですよね。 確かに声がいいはでもこの時代ほんと優秀なんだなだ思います、ねうん、あの結局みんなテレビというよりもそのスマホとか、まあ、その PC とかで見るじゃないですか、うん、その映像の画質ってそこまで重要視されてなくてで声質とかの聞きやすさっていうのが。 あとその聞き分けができるかどうかが結構重要なんでんなので僕の司令の新田坂上義のデブで性格のありおっさんがキモい顔してるんですけど声はいいんですよ。<laughs> なるほど確かに確かに確かに。なのでそのせいで割となんかそれなりにこう認知されて登録者数増えるみたいになっててで20年前とか声がいいとかって声優業でもない限り全然意味なかったと思うんですけどんなんか今時声がいいはすげえ重要なスキルになってるなと思って「えー、こんにちは二十歳女子です」えー。ののさんのお金集集めめるるよりも人脈を集めるという 言葉を信じて人脈だけ増えました。増えた結果、自分は逆に必要とされる人間にならなければ、この先人脈を増やさないと思いました。ひルクさんの大話さん、この、えー、この人プラスになるなと思う人間はどんな人間ですか？わあ、これダメなタイプの人脈作っちゃった人ですね。そんな気がしますね。いや、僕は人脈って能力のある人の周りには勝手に出来上がるもんだと思ってて、うん、能力のない人が人脈を広げようとしても、所詮能力のない人しか集まらんっていう。ああ、その通りですね。結局は人。 人脈って誰を知ってるかじゃなくて誰に知られてるかっていうところが大事だと思うので、私あとはその人脈を開拓するでこれあのそういう研究があるんですけど、どう利用するかとか自分にどうプラスになるかって人脈集める人はダメな人が周りに集まるか、あるいはそのいい人が集まったらそのプレッシャーに潰されてメンタルを病むっていうこの2つのルートしかないよって研究があって、<laughs> <laughs> プレッシャーに潰されるんだ。そうそうそういい人集めたら辛いし、そうじゃない人集めてる時点でもうなんかあんまりわざわざ集める意味ない。 っていうか、お二人にガチャアドバイスをしていただきたいんですが。私が年収一億になるにはどうしたらいいでしょうか、二十一年から個人事業主、事業主になり。セドリア P. C. やスマホのパーソナルトレーナー的なものの副業で月の名前ほどは稼げております。あとはどのようにストック型のビジネスにして拡大していくか迷っております。ってことなんですけど、個人事業主で年収一億円になるより。うん、会社作って年収一億円になった人の方が多いと思うんですよね。そうですね。よく個人でやる壁が一億、年収一億とかって言われますよね。そこはどう頑張ってもやっぱり芸能。 そうですねあのまあ事務所に所属してないですっていう人だと武井壮さんみたいなパターンだと言いますけど事務所所属すると結構取られるっていうのもあって、うん、奥の壁を超えるのって本当に大御所ですよねうんほぼほぼ不可能だと思いますね多分僕みたいなタイプ、うん、僕どちらかっていうとテレビじゃなくてサービス DLOVE ーーみたいにサービス作っちゃったんでそれを突破でしたけど、うん、自分が動いて稼いでるうちは多分限界がありますよね、うんまあ、あとは あまあ、でも、ね、年齢的に多分多分わかんないですけど、厳しい気がするんですよね。youtuber ってスタート20代じゃないと多分大きくなれない気がするんですよね。あと感性の問題ある気がします。youtube とかにめっちゃ時間を使う要するに。その？ 僕とかひろゆきさんみたいに別に YouTube を本職にしているわけじゃない人間って別に好きに喋れるから楽しみでやればいいだけじゃないですかでも YouTube 本職にしようと思うと時間暇でスマホを、うん、もうなんか暇さえれば見てる世代を狙わないといけないから多分完成的に20歳とかの方が3040の人よりも有利じゃないですか絶対に若者たちが面白いと思うものも一緒に面白いと思いますからね多分今人気の若手 YouTuber とか僕見ても面白いと思えないんでそうすると <laughs> <laughs> いやそれを真似した方がうまくいくわけじゃないですかそうです、ね、で別に面白いと思えないから、ね、真似しようとも思えないっていう、うん、真似できなかったですね見,見ましたけどまねしようとしたことあるんですかそうそうそうなんですよどうやったら増えるかなと思って YouTube もちょっとハックしたくなっちゃってでそのアナリティクストを一生懸命見ながら僕も一時期動画作ったんですようんうん、うん で、結果、たどり着いたのが、大炎上っていう。うん、<laughs> いや、アナリティクスマジで怖いですよ、まあ、あれは。やっぱね、過激な発言をしたりとか、なん,ね、なんか、物理をかすようなことを言った方が、数字上がっちゃうんですよ、あれって。でも、ずっと気になってたのが、うん、なんか数字がどんなに上がっても、その、D ラボのあの、有用会員さんとして入ってくれる人は、変わらなかったんです絶対数が全然。う,そうだから、僕はどちらかって、再生数を狙う理由がなかったんですけど、でもまあ、俺、一回やってみないと。 ビニオって言うにもちょっとね,ね、染、まあまあまあ、みたいっていう、そうですね。はい